はい、今回もですね、スクリューウォーズの、アンプロエイドは、電気松の夢を見るか。これね、元ネタが分かんないですけどね。分かんないですけど、まあ、とりあえずこれのガチャ溜まったので、またご時間やりたいと思います。今回なんかね、ちょっといつもと違うんですね。なんか、キャラクター名がね、なんか、おそ松だったら、確か、ロー、S、ローなんですね。カタカナのローに、だったり、から松兄さんが、ケム、RM とかだったね。でも、こっちは普通なんだな。名前普通なんだ。つなぎ無職。無職って、ダブルミーニングですよね。無職と無職。それも結構怖かったな。怖いのか分かんないけど、まあ、なんかよく分かんなかった。今これで、から松兄さんと市松兄さんでいたから、まあ、まあまあ順調かな。あ、トッティ。無職。無職って本当、本当ダブルミーニングだよね。さ、お、これはおそませんのかな。お、お、待てよ。4出たぞ。10の前でもう4が出たぞ。いいペースですね。あとは、あとは、若葉ですね。持ってた、あ、出たね。チョロ松兄さん出たね。あとは、重視松だ。消えるかな。ここから出ない可能性もゼロではないですからね。うん。そして、ね、皆さん見ましたか？最終回。いやー、まさかのね、最終回で、いろんなキャラクターを勢ぞろいで出ましたけど、まさか F6 が出ると思いますでしたね。F6 がちゃんとスターに乗って、ムツゴたちをホームランしましたからね。ムツゴプラスイヤミをね。あ、ジュシマス来た。全員揃いましたね。普通に今回はいけました。序盤で4人も出たからね、アドバンテージが強かった。よし、あとは50回まで普通にただ回すだけだ。あとね、実はいっぱい見てたんですよね。実松さんとか関王とかね、あと高知松とかも出たし、あとはえーと宇宙海賊のキャラとかね、クミとなんかクミともう一人、なんかもう一人のやつ出たんですよね。もう出たんですけど、エスパニャンコと、あと、アイダとサチコも出なかったな。そこちょっと違うみたいですね。ちなみにキャラ性能、チェック。移動速度がそこそこ速い。そこそこ結構速いですね、それは。HP がちょっと高い。ただし AP が高くちょっと出しにくい。いつも使ってる、いや、わかりづらいな。基本の星さんの、おそ松兄さんが、基本が48だとして、ん？あ、違うのか。あれ？あれ？前回に詰めればいいのか。48、あれ？
あれ AP が高いはずはずなんだが、322、あれこっちも出しにくかったっけ。あ、出しにくいんだね。はは、ちょっと適当なやつ。あごめんなさいね、ちょっとバッテリーが持ってないみたいです。あれ充電されてないなあれ48、あれあれあれ出しにくくなってるぞ、おかしいな数字がわからんぞ、元の数字が。この辺で見てみようか。45、3違うのかな。10始末で311。あ、ちょっと高いですね。1割ぐらいですね。よし、1割じゃない。じゃあ1割いいのか。1割で、このチームでまとまる？大丈夫？さあキャラ見てみましょう。バッテリー持つかな充電されてなかったか。ま、20% あれば大丈夫か。なんだ、見にくいのこれ。識別グループ、アンプロイド6とされるお粗末。身につけていた文字から、ロー、S、ロー、末と認識されているが、正しい表記がかは不明である。VR テスト、レーサーなど、他の有職者には割り当てられない特別な任務に従事する。ん？お？なんか、上がなんかね、なんだろう。普通のつなぎの攻撃なんですけど、なんか、頭になんか出てますね、これ、角。つなぎだったら、普通のつなぎだったらこんな感じですね。がなんか角生えてましたね。この角ですね。四天王寺ですね。この四天王寺の角が頭に生えてますね。やっぱりそうだよね。うん。行くぞ。ここの野郎。うん。この野郎。先導じゃね。これ実は本編のストーリーでもヒントなんですよね。ストーリーでね、なんかよ。一箇所で、ね、あるね、確か誰かが言ったセリフの中にね、書かれたメモの中に、4文字のアルファベットがあるんですよね。それが四天王寺の頭文字だったっていう噂です。同じく、上は飛ばす、身につけてた文字から、KMRM 松と認識されているが、正しい表記が不明である。下は一緒か。おう、なんかすごい、なんかなんだろうね、データ感を感じるねなんかもうすごいノイズが入ってる。俺の出番か。これでフィニッシュだ。いた。まあ、いや、どんどん見ていこうか。身につけてる文字から、こんにちは、松井さんね。CH、ロ、ある、ロ、松と認識されているが、正しい表記が不明である。これなんか書いてるね、文章。これ、やっぱり、ほら、確か大天狗だったかな。Thank you for your corp
イレーション。どういう意味なんだろう。あ、殴ってるんじゃなくて風を起こしてますね。へえ。これも大天狗の攻撃の方法ですね。僕に任せて。うせろ。たぶん他も多分妖怪なんですね。特徴は HHA 末と認識されているが、差し置きが不明であると。1末2さん。なんだっけな。何の妖怪だったか思い出せないな。すごい、なんか腰のひねり方がいいね。始末は分かるんだな。犬神だったから。ただ読みにくいです。すっごい読みにくいです。 JYSHA 松認識されているが、私表記は不明である。お、犬ラッシュ。犬ラッシュ。いつもだね。いつものだね。そして、トッティ。トッティが、T ・ロ・ディ・ロ・マツ。どういう認識されているか、立ち上が不明である。あ、確か、化けたぬきだったっけ。これは見たことある方わかるかな。20話をぜひご覧ください。20話、こぼれ話集、話集2の、とどまつ行くです。とどまつ行くで出てきたトッチのボケです。ボケるね、はいっつってふわー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 って感じ、なんか言うな、よくわからないトドマツのボケ。タヌキ関係ないやん。ちょっと待って、これちょっとなんでトッティはこれ採用したの。僕に任せてよね。せーの。いや、せーのではない。せーのっていう顔ではない。いやー、面白いな。取ってのいいな。ちなみにね、一人立ち出てるんですけどね、一体欲しいなって思ってますっていうことを見つつ、こっち夢のアイランドアンエンプロイドバージョン。この曲実はですね、ある曲のアレンジになってます。これでフィニッシュだ。それが実はね、本編にもね、本編のネタバレになるんですけど、この曲もね、耳コピーはします。必ずします。このなんか、なんだろう、このモダンな、なんていうか、なんかね、ジャズ風な感じ好きですね。あの曲に、あの曲とまた違った感じね。トッチの攻撃みたいな。面白いわ。とりあえず全員揃ったので、まあちょっと松捨てのね、松捨て2の曲もまだまだ作っていないんですけども、そっちも作りたいんですけど、合わせながらこっちのミニコピーもしたいと思いますので、ぜひぜひ出来上がった時には聴いていただければと思います。というわけで今回50回弾きましたが、全員揃いました。
ゲーキ